午前1時半前に90センチメートルの津波が観測された和歌山県串本町の今の様子です。現在、和歌山県に津波注意報が出されています。予想される波の高さは1メートルです。一方、午前1時過ぎ、40センチメートルの津波が観測された和歌山県白浜町の今の様子です。県によりますと、現在のところ被害の情報は入っていないということです。また徳島県にも津波注意報が出ており、予想される波の高さは同じく1メートルです。徳島県も被害の情報は入っていませんが、阿南市の一部に避難指示が出ており、避難所が開設されています。大阪管区気象台は午前2時半に臨時の会見を開き、通常の地震による津波と異なることから、今後の予測は明確に立っておらず、注意報の解除のめどは立っていないということです。気象台は引き続き、海や海岸から離れるよう呼びかけています。この与那原町という自治体からのこの放送が流れたもんで、津波注意報が発令してますって形でしたり、12時15分ぐらいに、はい、この与那原町という自治体からのこの放送が流れたもんで、津波注意報が発令してますって形でしたり、すぐそばちょっと海とつながってる川なもんで、この川は通常波とか立たないんですよ。まあ1分後ぐらいに、12時22分ぐらいに流れてきたのですぐ突っ立ってくる。同じところで様子見てたら、ちょっとまた同じようにちょっと川が荒れ始めて、1本目は勢いっていうか、波がまとまってるみたいな、白波が立ってる、一直線。で、二本目が、バラバラって本当に波状で勢いだけで来てる、みたいな感じ。波っていうか、もう、海みたいな感じで、勢いがすごい感じだったので、あ、これ津波だと思って、波音が聞こえるぐらい。これがもっと大き、もう少し大きかったらちょっと怖いですね。今は一応は、穏やかっちゃ穏やかなんですけど、水かさがちょっと上がってる。第一波が来た時はそこまで波の量が立ってなかったんですけど、二波目が来た後にそのまま水が残ったみたいな感じですね。自分が外見に行ったらなんか結構近隣の方はお子さんとか連れてみんな車で、まあ、高台に行ったのかな。伊東市役所です。津波注意報が出たということで、市役所は駐車場を開放しました。こちらに10台ほどの車が避難してきています。静岡県伊東市では海沿いの住民を中心に市役所の駐車場に避難者が身を寄せています。あまりにも海のそばなんで、それでこちらに来ました。 あまりにも大きいあの警報だったんでね、初めてのことだったのでどうしていいか分かんなかったんですけど、周りの釣り人の人たちがいらして、で逃げた方がいいっていうことになって、神奈川県三浦市には津波注意報が出されました。消防車が港の周りをパトロールしてます。神奈川県三浦市では海沿いの道路を消防車が回り、海に近づく人がいないかなど警戒しています。繰り返し襲ってきます。警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。気象庁は16日午前0時15分鹿児島県の奄美群島とトカラ列島に、午前3時前に岩手県に津波警報を発表しました。国内では津波の到達予想時刻よりも早い15日午後8時頃から潮位や気圧の変化が観測され始めていて、午後11時以降になり1メートルを超える潮位の変化も観測されたということです。また北海道の太平洋沿岸から沖縄県の宮古島八重山地方の広い範囲に、高いところで高さ1メートルの津波が到達中と推測されるとして津波注意報が発表されています。地震により発生する通常の津波とは異なるということで、どういった動きが発生するか想定できない部分があるということです。津波警報が出されるのは2016年11月の福島県沖地震発生時以来で、気象庁は津波についてしばらく長く続くものと考えているとした上で、解除されるまでは安全な場所から離れないよう注意を呼びかけています。
海外にある火山の噴火に伴って日本国内で潮位の上昇が起きるのは観測史上初めてだということです。防衛省によりますと、トンガ諸島で発生した火山噴火に伴う津波による被害状況を確認するため、航空自衛隊那覇救難隊の救難捜索機が奄美大島などの航空偵察を行っています。トンガ沖で15日海底火山が噴火し、ロイター通信などによりますと、トンガ全土に一時津波警報が出されました。首都ヌクアロファでは83センチの津波を観測したということです。これまでのところ負傷者などの情報や現地の状況などは明らかになっていません。津波警報は近隣のサモアやフィジーでも出され、フィジーからは波が陸地に流れ込んでくる映像が入ってきています。繰り返します。トンガ沖で15日海底火山が噴火し、ロイター通信などによりますと、トンガ全土に一時津波警報が出されました。首都ヌクアロファでは83センチの津波を観測したということです。これまでのところ負傷者などの情報や現地の状況などは明らかになっていません。津波警報は近隣のサモアやフィジーでも出され、フィジーからは波が陸地に流れ込んでくる映像が入ってきています。茨城県では津波注意報が出されたことを受けて、日立市とひたちなか市の合わせて2市で避難所を開設しました。午前5時現在、県内の避難所に避難している人は11世帯26人に上るということです。鹿児島県の十島村の住民が午前1時ごろに撮影した映像です。屋外の高台とみられる場所に子どもも含む多くの人が避難しています。避難所の中にも多くの住民が身を寄せ、津波警報が解除されるのを待っています。一方、奄美市では避難する人の車の列で渋滞が発生してしまいました。かなり先まで車が連なっていて、ピタリと止まってしまっています。役場では職員らが随時更新されていく情報の確認作業に追われていて、慌ただしく電話で連絡を取っていたということです。今もうどうにもできひんで、行ったらあかんわこれ。高知県室戸市で午前0時半ごろに撮影された映像です。港に止められた船が少しずつ流されていってしまっています。大丈夫かな。大丈夫じゃない。室戸市室戸岬では午前0時15分に 0.8 メートルの津波が観測されています。午前1時半前に90センチメートルの津波が観測された和歌山県串本町の今の様子です。現在、和歌山県に津波注意報が出されています。予想される波の高さは1メートルです。一方、午前1時過ぎ、40センチメートルの津波が観測された和歌山県白浜町の今の様子です。県によりますと、現在のところ被害の情報は入っていないということです。また、徳島県にも津波注意報が出ており、予想される波の高さは同じく1メートルです。徳島県も被害の情報は入っていませんが、阿南市の一部に避難指示が出ており、避難所が開設されています。大阪管区気象台は、午前2時半に臨時の会見を開き、通常の地震による津波と異なることから、今後の予測は明確に立っておらず、注意報の解除のめどは立っていないということです。気象台は引き続き、海や海岸から離れるよう呼びかけています。